こんにちは、会長です。本日はですね、復刻しない系コラボフェイトのセイバーオルタが、ま、今ちょっと熱いんじゃないのということでやっていきたいと思います。で、編成が、デズラムセイバーということで、はい、今ね、かなりデズが流行っております。はい、で、まくり編成が、ま、それなりに強いということで、ま、アインズもね、弱くなってあんまりいないから、まあ、わりかしデズもね、支援もできるし、戦いもするという、まあ、感じで、はい。しっかりね、アインズに、通常、で、カウンター吐かせて、ブレドラで刺していくと、そう、ブレドラ。これがね、強いんですよ。1.45 のブレドラ。それは強いでしょ、ということで、強いんですよね。しかも硬いと。防御もしっかりね、高いんで、まあ、キララの通常は痛いんですけど、ミサカの通常は多分全然通らないんじゃないかなっていう。まあ、感じで、はい。まあだからね、今流行ってるアクアミサカ編成なんかにも、まあ、わりかしなんとかなるんじゃないかなっていう、まあ、感じで。まあ、あとヒーロースキルが太いし、結構ね、当てやすいんですよね。しかも残るしっていう感じで、まあそのミサカと同じ感じでヒーロースキル、まあ、わりかしまくりやすいんで、まあ、誰でも使えるよということで、まあ、近距離の部分もあって、ミサカに比べたら、まあ、ね、難しいのかもしんないんですけど、でもミサカはミサカで無発動アバカンがないとそんなに怖くないじゃないですか。まあ、実際ね、やってる人も思うと思うし、やられてる側もね、わかると思うんですけど、まあ、なんとなくわかるんですよ。こういう耳切った、ああじゃあ飛行みたいな、うん、イエーガー切った、ああ次連切りあるかもなみたいな、あると思うんで、やっぱりね、無発動アバカンは欲しいねってなってくると、やっぱ常設で回るのはこんな感じでね、ブレドラと。やっぱ防御は正義なんですよ。もう防御最強です。はい、白虎も最強なんですけど、ちょっと味方が可能に当ててくれて、まあ、いい感じでカバーしてくれましたと。はい、 いいね。そう、火力がめちゃめちゃ高い。全然通常の火力も出るし、うん。でちょっとエンリーの場所が分かんなくてもじもじしてます。めちゃめちゃもじもじしてるんですけど、さあ残り50秒で、まあ、これはまくろうかなという体勢でヒーロースキル打ちました。でカットイン入ってて、相手にヒーロースキル来るかなって思って早めに吐きました。まあ、ただ、相手はしっかり出ずに合わせてますね。ちょっと早すぎました。うん、まあ、こういう一直線のところだと、その出ずのヒーロースキルで上に、バーが出てると、まあ、相手の声が聞こえない限り相手のヒーロースキルってタイミングわかんないんですよ。まあ、だからそれを逆手にとって先にミサカ HS とか一直線で吐いてまくらせないみたいなことしてくる相手もいるんで、まあ、ちょっと警戒すぎて先に打ったんですけど、うん、まあそんなことはないよねという。しっかりヒーロースキルね、外していくと。はい、まあでも勝ったんで OK。 うまくいけば全然ね、今のモニター出てきたんで、まあ、そんな感じでまくれますよと。はい、まあ、ちょっと動画ね、取れてなかったんで、まあ、最後の一戦だけは、うん、まあ違う試合なんですけど、まあただね、最後の一戦の方がめっちゃおもろいかもしれないから、ぜひ最後まで見てってください。はい、でステージが、中からです。中からだよね、これ中からで、まあ、相手がなんか変な編成してます。もしかしたら野良なのかもしれない。でこのステージはセイバーヒーロースキルがいい感じに刺さるのでかなり強いです。で、まあ、相手が、まあ、多分ドアだろうなということで先に貯めてますと。はい、ヒーロースキルが溜まっちゃえば、まあ、あとはレウマ無視して裏詰めかな。マルコスとルチアーノなんで、まあ、敵に陣か A かで戦いたいですね。で広がったら空影で詰めますと。はい、でこれ上いけるかなって思ったんですけど、上の行き方が分かりません。キリトは分かるんだけど、セイバーは難しいね。うん、セイバーさ、そのヒーロースキルの感覚が違うから、ため時間がね、忘れちゃうんだよね結構。はい、ブレドラ合わせられていくが、はい、通常で削って、いや、いい火力出るよねこの通常で。ヒーローアクションが強すぎると。そう、ミサカと違って、まあ、アバカンがないので、まあ、近距離でちょっと難しいっていうのもあるんですけど、一応ね、周囲も早いんで、まあ、号令だったり、レンジだったり、
まあ、習慣だったりっていうのも全然詰めますし、まあ、そもそもヒーローアクションの火力がえげつないんで、マジスク HA とかね、味方のカードに合わせて HA とかでも全然削れるというね、そう強いんですよ。そう強い、しかもキルしたらヒーロースキルが溜まるんで、全然ね、その野良とかで、ああ前張らなきゃってなっても全然前も出れると。いや素晴らしい。まあ、それはもう強すぎてね、禁止になっちゃいますよね、大会で、はい、まあ、全然関係ないと思うんですけどね。っていうね、もう今なんか一周回ってそれなりに強そうだよなっていう感じがしてます。まあティア1っていうわけではないんですけど、まあ、今までそんなに強くないよねって言われてたのが、まあそれなりに、うん、まあ使えなくもないよねっていう、その一個前の環境だとリリルルとかだとちょっとね、リリカの HA とルルカのドンキで前出れないとかあるかもしれないんですけど、まあわりかしいろんな編成が流行ってたり、ミサカとか相手だったら、まあ全然ね強く出れるんで、全然全然まだ今の環境はいいかもしれない。まあまた環境変わっちゃうんで何とも言えないんですけど、で相手がシーズン最終日の固定で、イツキ、エアムス、パールのアナーキーですね。はい。んー、まあ相手で空かけ対応あるんで、自陣広げてヒーロースキル貯めてから、まあ、吸いに行ってっていう感じです。で相手も多分ね、溜まったら空かけでワンチャン詰めてくると思うんで、まあ、そこうまくいなしてなんとかやっていきたいところ。で波動拳持ってるんで、僕が触って死んでもいいようにします。でそれだけ触ってあげたらもうね、デズの方吸いに行きますと。ただ相手はね、マジスクしっかり2枚持ってるんで、どうなるか分かりませんが、まあ、とりあえず家が入ってもらえたので、バックワードで家が入ったんで、そのまま詰めてきましたね。でここは脇当てて、ベガスで倒していくといいね。全然いい。でマジスク、シリューの先がどっか行っちゃったのかな、チュンリーの方に行っちゃったのか。まあドンマイっていう感じなんですけど、まあキルは入って据えてもいるんで、とりあえず攻めます。はい、攻め続行で、家が張った。いや、いいレンギリフルーク、うまいね。うまいんだけど生きてるんで、ユニド入れてこれはタッチ挟めます。両側から挟まれて相手強いんですけど、うん、こうやってね、やっぱり両側から C 入れるようにするのは、うん、みんな徹底してますね。でここ僕が触ったんですけど、選手もミリで回復なかったんで、さ取れそうだったから一緒に触ったんですけど、まあ生徒会がうまく見立てされましたね。まあここをうまく通話してて、うん、共有できてれば僕が話してっていうこともできたんですけど、まあまあドンマイと。はい、でここうまく抜けたいんだけど無理だね。でマジスク前転ゆらら入って、竜が可能に入ったのをしっかり共有して、マジスクが1枚だよっていうのも伝えて、でデズが溜まっちゃうんで裏頑張っていくんですけど、もう溜まってるかな、溜まってますね。ヒーロースキル測れます。ただこれは耐えれるのか。ポフィン、波動拳、オーセー、これね、んー、どうなってるか分かんないけど、とりあえず味方にどうなったって聞いて、でアダムが抜かれて、デズ倒して、で、味方のリチが、リやってくれてます。で、飛ばして、これは残り10秒、勝ちかな。で、これどうなったかっていうと、ルチアーノが、リュウをミリにしてたんで、先に波動拳吐かないといけない状態になって、僕が抜けなかったみたいな感じですよね。普通に、リュウの体力がマックスだったら、多分僕が抜かれてたんですけど、うまくね、その、まくる前に削っていってくれたんで、吐かざるを得ない状況を作ってくれてできましたと。まあ、そんな感じで、セイバーの動画でした。ブレドラね、また使いましょう。ありがとうございました。さよなら。